はい、では皆さんこんにちは。はい、三好春樹生前葬でですね、いろんなレジェンドに私今三好春樹の思い出を聞いていこうと思っております。今日のレジェンドはですね、愛媛県在宅介護研修センターの、金田由美子さんです。拍手。はい、金田さんどうもこんにちは。こんにちは。お忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。金田さんと言いますとですね、もう三好春樹さんと付き合いも長いですし、もう戦友のような方だと私も伺っております。もう知ってる方も多いと思いますけども、金田さん自己紹介を簡単にお願いしてもよろしいでしょうか。はい、今は在宅介護研修センターのセンター長と研修室長をやっております金田由美子です。愛媛県に暮らしておりますけれど、別名は生活とリハビリ研究所の研究員ということで仕事をさせていただいた時もありますし、時もある、今は違うんですね。今もその名前で出る時もあってもいいかなとは思っておりますが。なるほど、はい、じゃ別に席は抜いておられないということですね。はい、はい、そういうことです。ああ、そうですか。今までどんなふうな金田さんは介護経験があるんですか。一番最初は老人病院の看護助手で仕事を始めたんですね。でその時に下山夏樹さんと出会ってます。あ、下山さんと有名なね、はいはい、何年前かっていうのは企業上の秘密ですけれどとりあえず出会っていて、はい、で2人で同時に辞めて、その後私は特別養護老人ホームで、当時はまだ寮母って言われている仕事に就いたんですけど、はい、寮母さんって言われてましたね。はい、はい、で下山さんはその時に生協の職員になって、これからの介護をどう変えていこうか考えていこうかっていういろいろな企画をしている時に、たまたま三好春樹という人に会うんだけど一緒に行かないっていうふうに誘ってもらったのが一番最初です。あ、じゃあ下山さんからの流れで三好さんと出会ったという感じなん。はい、職員が研修に行ってきたのを二次研修という形で話を聞いた時に、まだ三好さんを存じ上げてはいなかったけど、これはすごい面白いなって思って話を聞きながら興奮したのを覚えています。結構伝達で聞いても三好春樹の話は金田さんに響いたわけですね。そうだけど、 どんなところがですか。うん、ベッドの足を切る話だったね。ベッドの足を切ろうとか、まだ、はいはいはい、うん、それで、うん、あとは生えば立て立てば夢みたいな、はい、そういう段階でもう一回蘇っていくんだっていう話や何かを二次研修で聞いたんだと思いますけれど、うん、はい、なるほどなるほどっていうことをすごくうなずけて、はい、すごい伝達でも響く三好さんの話。はい、ただ本当の面白さっていうのはお話聞いたら、あ、こんな違うんだとは思いましたけどはい、はい、でもとりあえずうちのスタッフからも、笑いはなかなか伝わらないですからね。そう、うん、真面目な職員が2人いてましたから伝わらなかったけれど、はいはい、でもそういう形で私は、ああなるほど面白い話をする方だなというふうには存じ上げていて、うん、その人に合わせてくれるっていうから行く行くっていう感じで行かせてもらって、うんうん、その年の10月ぐらいに三好さんにお目にかかったのが最初だと思います。ああ、そうですか。はい、でそこからやっぱり三好さんつながりで金田さんの人生も大きく動いていくわけですよね。そうですね、はい、その時に、特別養護老人ホームでいろいろと仕事をしながら疑問を感じたこととか、それから日頃の不満もあって、いろんな話を三好さんに聞いていただいたら、三好さんがそんなことをいろいろ考えてるようじゃあなた職場で浮いてるでしょ浮いてるんだったらいっそやめて、はい、私たちと一緒に面白い介護やりませんかって言われて、はい、心が動いたかなと思うので、一本釣りですよね。なんか伝説的な話だけど、三好春樹を知ると職場を辞める人が増えるっていう中の一人だと私は思ってます多分いっぱい辞めた人がいると思いますけどね、うん、で、はい、そういうふうに言ったら、三好さんは谷底を覗いているところが、はい、後ろを押しただけだみたいな、言ってました、そんなことをよく言うんだけど、はいはい、谷底を覗いてる方が悪いって言ってました。そうそうそう、はい、それでなんか言われて笑い話ですけど、はい、でもきっかけになったかなとも思いますし、うん、下山夏樹さんともう一回一緒に仕事するっていうことも私の中ではとても夢のある話だったし、はい、で1年で特別養護老人ホームを辞めて、それでその翌年に生協に入職して、うん、その生活リハビリクラブの設立に関わっていくという、はい、伝説ですね。もう生活リハビリクラブって言ったら我々にとっては伝説ですけどもね、はい、どんなケアをされたんですか。それは本当に三好春樹さんの生活リハビリ講座の A コース B コース全部実現しているようなデイサービスで、
寝たきりの人は 95% 起きて座れるっていうのを実践してみたり、はい、認知症の人は1対1で見るのが一番大変で、2対1、3対1、認知症が増えれば増えるだけそっちで社会が生まれて、はい、それなりにこちらは関わるだけで、はい、いいケアができるっていうのも実践したし、はい、あ、なるほど、その通りで実践報告がどんどん積み重なっていきました、はい、で特に私は入浴に関して本当に両麻痺になっていらして脚力が全然ない方を普通のお風呂に入ってもらうという実践報告と、その方の娘さんがぜひうちのお風呂にも父を入れたいんですって言われて、お家に訪問して、本当に落とし込み型みたいな低いお風呂で、まあ、バリアフリーに作り変えたお家のお風呂っていう、うん、はいはい、そこに余計入りにくいやつですよね。そうそう、それでも合わせた腰掛けを作って、うん、なんとか湯船に入ってもらったりなんていう実践報告をし始めたのが一番人の前で話すきっかけになったかなと。生活リハビリクラブでの実践を人の前で話し始めたというところですね。だから今の仕事に通じるということは、はい、やはりその三好春樹さんとの出会いプラス生活リハビリ、うん、生活リハビリクラブのその実践プラスかなっていうふうにすごい思います、うん、なるほど、はい、まあいろいろ今三好さんの話を聞かせてもらいましたけども、金田さんにとって三好春樹とはどんな存在ですか？やっぱり人生変えたとしか言いようがないかなと思います、はい、人生変えられた被害者の会の方ですか？まあ被害者といっても私の年齢でこうやって現実的に仕事が続けられているのは三好さんのおかげだなと思うし、はいはい、一つ違いなんですけれど、一つ違いなんですね、はいはい、初めて会った時は2人とも30代だったので、はい、それはそれは長い付き合いになるんですけれど、はいはい、皆さん今年70の弱いだと聞いておりますので、はい、あ、同時に金田さんの年までバレるという、申し訳ありません、はい、いえいえ、はい、いいんですけど、やっぱりこうやって現役で仕事ができる源は、うんうん、三好春樹さんとの出会いだったろうと思うと、やっぱ感謝しかないかなって思いますよ。なるほど、はい、ありがとうございます、そんな金田さんのおられる愛媛県在宅介護支援センターからお届けしておりますけれども、金田さん今度12月の19日に、三好春樹生前葬、ね、おむつ外し学会2020年ということで、まあ、今年はコロナで大変だったですけども、最後は良い年にして終わりたいなという企画なんですね、はい、で、まあ、三好さんが生きながらお葬式を挙げられます、金田さんから三好さんへ、メッセージをこのカメラに向かっていただけたらと思います。三好さん、長い付き合いですけれども、いっぱい感謝したいことがあります。生前葬を思い切られたなと思いますけれども、やはりみんなの感謝を一身に受けて人生振り返るのもいいかなと思います。私はそういうことで感謝をして今を過ごしております。今後もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました、金田由美子さんでした。皆さんありがとうございました。では金田さん、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、さよなら。